Hello everybody, welcome back to the channel, MVJ Reacts. We're going to react to Midori and Miyako talking about the European tour. Okay, so this is an interview I'm doing a reaction to. Alright, so let's check it out. はい、今日はラブアイツのメンバーから、2人をゲストにお迎えしています、ご紹介しましょう。はい、ギターの宮子です。ギターの緑です。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ヨーロッパ3週間ずっといらっしゃってて、はい、長かったねダウンロード UK、 それから、ベルギーのグラスポップ、はい、それから、マドリッドのダウンロードと、はい、はい、まあ、この3つのフェスティバル一斉振り返っていかがでしたか。やっぱり多いね、あのメタルを愛するなんかもうファン、うん、人口、うん、でなんかやっぱ若い人もねすごく多くって、女性の方も、ね、特に UK が多かったね。 UK も多かった。あとスペインも結構女の人は多かった。でもなんかすごい覚えてるのが UK のライブを終えて、でその楽屋に戻ってくる途中に女の人たちが、うん、みたいな。しかも全然私たちより若いんじゃないかぐらいの女の子たちが、ね、まあ男性の方ももちろんいましたけど、うん、なんかねやっぱ女性にキャーキャー言われるとなんかちょっとね、あ、なんか嬉しいなんか響いてるのかなみたいな本当嬉しかったですね。マドリッドはあのバンドにとって初めての野外に夜。 That's cool. And I, because I made a comment in one of my other reactions of Love Bites, why there doesn't seem to be more female fans. Well, based on what they're talking about here in Spain and England, there was apparently a significant amount of young female fans there for them to happen to notice and to comment about it. And that's good that they saw them and that were there cheering them on. That's cool. So, どう?あんま目が見えなかったですね暗くて、そうですか、うん、どうですか、あの今あの、まあ、あの UK は女性のファンが多かったっていう、あのベルギーもすごかったですね。本当にあの最初テントの中だったんですけど、はいはい、あの最初からもともと結構いっぱいいたくださってたんですけど、はい、やってる間にテントの外まですごい集まってきて、あふれた、溢れてましたすごいと思って本当嬉しかったです。自分たちのそのラブアイツのプレーの反応はどうだったんですか。そうですね、やっぱすごいレスポンスもよくって、もちろん曲を知らない人たちが圧倒的に多い中、うん、やっぱこうちゃんと手を挙げたらこう手を挙げてくれるし、ね、うん、すごい楽しかったです。うちも結構煽っちゃいました、うん、どうですか。でも本当にあの、3週間でね3つの大きなフェスティバルにね、まあ、出演できると、やっぱりちょっと成長してきたんじゃない、ちょっとはバンドは、ちょっとちょっと、いやでも大きい会場というか、うん、そういう慣れてきたではないですけど、なんか大きい会場ならではのそのステージングじゃないですけど考えれるようになってきたかなっていうは、いいですね。さて実はですね、7月10日にドーターズ・オブ・ザ・ドーンライブ・イン・東京2019という初めてのライブ作品ですよね、はい、2CD とブルーレイと DVD が出まして、はい、あれは1月です1月の27の、いやあれね、はい、満帆のオーディエンスで僕も見に行かせていただきましたけども、あのコンサートはどうでした。やっぱりなんかでも最初はやっぱ緊張して、すごい緊張してシューティングが入るってそうでしたけど、やっぱりその期待をすごい込めて集まってきてくれてるっていうのがもうひしひし分かってたので、もう絶対満足させるパフォーマンスをしなきゃいけないっていう、もうねリハからもみんなで結構シューティングもあるから本当間違いない間違いないとかっていうのもすごい考えたって。真面目に弾いてても面白くないから、こうパフォーマンスも大事だから、なんかその兼ね合いをすごい意外と頭を使いながら、いやいや頭使いながらってなんだよThat has got to be a challenge. On one hand, you're trying to be serious, you know, not to make a mistake, but you got to relax. Otherwise, you know, the audience is not going to see that you're having a good time. Boy, that's a fine balancing act to do, I think. なんで面白い。
そうそう、頭を使いながら結構ライブしたなっていう、なんか感じですね。なんかハメを外したって感じで、結構割と冷静に、でもすごいパフォーマンスをしようみたいな感はあったかもしれない。まあほら、みやこは割とこうすげえ弾いてるんだけど、クールに弾いてる。じゃああまり表情変わんないよね、弾きながらね。でもね、たまに笑ってましたよ。たまに笑ってるの。なんかね、あのドラムのハルピーも割とこう難しいところだけど普通の顔してこう叩いたりとか、一番やっぱり緑じゃない、表現力言うとかのステージで。え、変顔じゃないよ、気合い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 、うわっか、ここはすごいとこだぞみたいな、うわーみたいな、まあ、常に割と吠えてます。いや吠えてるって、いやそれがなんかね、臨場感ってすごくああいうのがいいよ。ありがとうございます。じゃあ早速ね、みやこさん、その映像作品から1曲紹介してください。お願いします。はい、ライジング。That's funny that they mentioned, I guess they were introducing the next video that was filmed from that concert, Rising, which is what I had just done a reaction to. Imagine that. But that's true. They are, like my reaction was to that video of them doing Rising live, just everything is...great. They are made to be on stage, and they do put on a great show, I think, with the lighting and everything, which I've mentioned this before. But that's cool seeing them talk. I mean, I already did a reaction of hearing Miyako talking. She just opened up a new studio, I guess, in her house.But yeah, that's great. I enjoyed that. I learned something. I hope you guys did too, if any of you had not seen this before. But if you guys have, then you know, it's old news to you. And obviously this was done in 2019. And better late than never, I say. Yeah. All right, well, hope you guys enjoy this anyways. You have a wonderful day or night. Take care of yourself and the ones you love.